茨城県道336号、大田号停車場線畜生市野田、終点付近茨城県道336号、大田号停車場線は、茨城県畜生市にある、関東鉄道上層線大田号駅と接続する県道である。関東鉄道上層線大田号駅の東側から、東の方角に向かい、約170メートルほど先の変形4サ路で、南東方向に折れて、 道なりに続き、畜生市や電池内の茨城県道357号、原畜生線交点を終点とする一般県道である。現地の駅名は大田号であるが、路線名称の表記は大田号を用いており、校舎が正式路線名称上の表記となっている。起点は大田号停車場とされるが、大田号駅の駅口は駅の西側にあり、本県道は駅口とは、 直接的に接続されてはおらず、県道の起点から路地と古線橋を通って駅口に通じることができる。1959年10月14日、新たな県道として、下立市大和座屋田の大田号停車場を起点とし、県道下立取出線交点を終点とする区間を本路線とする県道を大田号停車場線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号336となり、現在に至る。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB 県道路線認定茨城県法、公害10月14日よりハット ABCDE。 水原危険県道路現況調書平成26年4月1日現在、水原危険県法号外昭和10年11月29日、茨城県国時第731号より道路の区域決定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より、ありがとうございます。